こんにちは。現在、私は楽天回線の固定回線化を実験中で、古いスマホ、Huawei PQ Lite を LTE モデムとして利用しています。ただ、このスマホがバッテリーがですね、かなり下手ってきてますし、他の用途としても使ってますので、LTE モデム代わりとなるスマホを買おうと考えていました。いろいろ検討してみた結果、Huawei の Nova Lite 3 Plus を買いました。単に LTE モデムとして使うならもっと安いスマホもありましたけれども、あまりにも安いスマホだと品質的にも不安だし、楽天回線に利用できるかという問題もあったので、一応楽天回線でも利用できる Huawei Nova Lite 3 Plus にしました。今回の動画では Huawei Nova Lite 3 Plus の紹介、購入した価格、そして開封までを行っていきたいと思います。まずは簡単に Huawei の Nova Lite 3 Plus の商品の紹介とスペックをお伝えしたいと思います。こちらの動画をご覧ください。こちらはファーウェイのサイトになります。では見ていきたいと思います。ファーウェイノバライト3プラス 128GB の大容量メモリ、約6.2インチの雫型ノッチディスプレイ、シックでスタイリッシュかつユニーク、色はオーロラブルーとブラックですね。 3D 湾曲ユニボディ、 4GB プラス 128GB の大容量メモリ、ラムが 4GB でロムが 128GB ですね。スピーディーな顔認証、最大約1300万画素のダブルレンズカメラ、約800万画素のビューティーインカメラ、約3400mAh の大容量バッテリー、こちらはファーウェイノバライト3のスペックになります。サイズは幅約73.55mm、縦が約155.36mm、厚さが約 8.2mm、重さは約 163g です。カラーはオーロラブルーとミッドナイトブラック。ディスプレイは約6.2インチ、19.5対9の TFT、2340×1080 ピクセル。CPU はハーウェイキリン710オクタコア。対応 OS は Android 9、EMUI 9.1。メモリーはラムが 4GB、ロムが 128GB。カメラはアウトカメラがダブルレンズで、約1300万画素プラス200万画素、LED フラッシュ、上面位相差プラスコントラスト AF、インカメラ800万画素 FF、バッテリーは 3400mAh、通信方式は FDD-LTE、B1、B2、B3、B8、B17、B18、B19、TDD-LTE、B41、キャリアアグリゲーション対応、AU ボルト対応、WCDMA は B1、B2、B5、B6、B8、B19、GSM が850、900、1800、1900MHz、コネクティビティ、Wi-Fi が 802.11BGN、準拠 2.4GHz、Bluetooth は 4.2、USB 2.0 マイクロ B、ナノ SIM×2、3.5mm イヤホンジャック、測位方式が GPS、GLONASS、AGPS、センサーは加速度、コンパス、環境光、近接、指紋認証。充電性能は 5V2A。本体付属品は AC アダプター、USB ケーブル、保護ケース、イヤホンマイク、クイックスタートガイド。以上です。次に、ファーウェイノバライト3の購入した価格についてお伝えしたいと思います。まずはこちらの画面を見てください。購入したのはヤマダ電機のペイペイモール店で、商品価格は18,800円でした。ただ、お年玉の500円オフクーポンを利用したので、18,300円を支払いました。この支払いにはペイペイ残高を利用しました。この時、ペイペイボーナスなどが付与されました。まず、ペイペイボーナスライトが合計で5,407円分。ペイペイボーナスが183円分。そして、ストアポイントとして、T ポイントが188ポイント付与されました。さらに、
ファーウェイのバライト3は、ファーウェイのウィンターキャンペーンの対象となるため、JCB クフト券2000円分がもらえます。このファーウェイのウィンターキャンペーンに関しては、こちらの動画、ファーウェイプレミアムウィンターキャンペーン最大1万円の JCB ギフトカードプレゼント、たぶん耳に。こちらの動画で紹介しました。結局、これらの付与ポイントやギフト券などがありますので、これらを考慮した実質購入金額はこちらのようになります。18,800マイナス、カッコ500プラス、5,407プラス、183プラス、188プラス、2000。これを計算しますと、15,522円となります。では続きまして、購入したファーウェイのバレット3を開封していきたいと思います。まずですね、このような形で届きました。ヤマダウェブコム、ヤマダモールって書いてありますね。では、実際に箱を開封していきたいと思います。こんな形でですね、入っています。梱包はですね、簡易梱包になっています。こういう感じで入ってますね。まずこちらが本体ですね。あとは電源ですね。あとケーブル。あとはこれは、ピンですね。あとはマニュアルですね、これは。クイックスタートガイドってことで。あとはプラスチックのケースですね。これはちょっと柔らかい感じですね。柔らかい感じのケースが入ってます。じゃあ、こちらを見ていきましょう。結構重いですね。しっかり入ってる。勝手に電源が入った。電源が入りましたね。多分ここが電源なんで押しちゃったんですね。リブートシステムなら、ちゃんとリブートしてますか。ちょっとケースを作ってみますか。
で、こちらから設定ですね。日本語で。日本で、次へ。利用規約ですね。次へ。SIM カードを挿入してください。これをスキップ。データのインポート。以下のどの端末からでもこの端末にデータをインポートできます。ああ、なるほど。引き継ぐ場合ですね。これはとりあえず次へ。で、Wi-Fi ネットワークへの接続。これもスキップしておきましょう。位置情報の使用とか、スキャンの許可。使用状況データや診断データの送信。アップデートのアプリのインストールとか、まあ同意するにしておきましょう。端末保護。指紋 ID の設定と顔認証の設定とパスワードの設定ですね。指紋 ID の設定だけとりあえずやっていきましょうか。今ですね、指紋認証を終えました。これで顔認証をとりあえずスキップにしておきます。で、拡張サービス。まあこれもすべてのサービスを有効化にしておきましょう。ユーザー体験の向上。これは後でにしといて。ソフトウェアを最新に保持。有効にして続行にしておいて。立ち上がりましたね。ちょっと今インターネットにはつながってないんでね、あれですけど。ちょっと使い方よくわかんないですけど。今ユーザーインターフェースがちょっと iPhone ライクですね。こういうふうなの。で、ストレージは使用中が 12.47GB で、128GB ですね、マックス。テザリングはどこなのかな、ここかな。テザリングありましたね、ここですね。で、USB を接続すると、USB テザリング可能になるってことですね。ただ、今、指紋入ってないんで、インターネットはつながらないんですけども。Wi-Fi も接続されてないですね、今。一応ですね、Google が入ってますんで、Google のですね、アプリをですね、使えるようになっています。これは、いいですね。以上です。いかがでしたでしょうか。Huawei のオーバーライト3プラス。これを1万円ちょっとで購入できたのはコスパが良くて満足しています。あとは実際に楽天回線の USB テザリングとしてスムーズに運用できればいいんですけどね。それに対してはいろいろこれから実験するつもりですので、また何か結果が分かりましたら動画でご報告できればと思います。なお、このスマホなんですけれども、主に USB テザリングとして使えますけれども、一応スマホですので電話をかけたり受けたりすることもできますし、外に持ち出してインターネットを利用することもできます。なので、サブ端末としてですね、サブスマホとして使うことも可能ですね。
そういう使い方もこれからするかもしれません。今回の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。